キズリャルは、ロシアダゲスタン共和国の都市である。キズリャルは、ダゲスタン共和国の主婦、マハチカラから北西 221km の地点にあり、テレク川の河口を挟んで、チェチェン共和国と隣接する。人口は、以下のようになっている。48,984、48,457、39,748、3万期、ズリルが、 初めて地名として登場するのは1609年であるが歴史家の中にはキズリャルを8世紀に存在した国家ハザールの主婦であったサマンダールと関連づける者も,もいる。1735年ロシア帝国政府は要塞をキズリャルに築きコーカサスに対する防衛線として位置づけた。18から19世紀キズリャルはロシアと中東。 中央アジア間の交易都市として発展した。この時期には人口の大多数がアルメニア人とロシア人であった。1796年、キズヤルには2800人のアルメニア人と1000人のロシア人が居住していた。1996年1月、キズヤルの航空基地にロシア第78師団の兵が駐屯しているとして、チェチェン共和国の独立主義者から襲撃を受けた。 また、キズヤルは、ロシア帝国将軍、ピョートル・バグラチオンの出生地とされている。キズヤルは、キズヤルスキー地方の行政の中心として、機能しているが、キズヤル自体は、キズヤル地方の中には入っていない。行政区分上、キズヤルは一つの町とともに一つの、行政区分として位置づけられており、キズヤルスキー地方の行政と同等の地位を有している。 市町村区の行政区分としては、キズヤルは、キスリハ・アーバン・オークルーグに組み入れられている。2002年の人口統計調査による、行政区画内の民族比率は、以下の通り。2002年の人口統計調査による、キズヤル市内の民族比率は、以下の通り。19世紀前半、キズヤルはワイン生産の中心地となった。キズヤルでは、 様々なアルコール飲料を生産したが、地域のコニャック工場として、地域独自の様々なブランデー生産に特化、コニャックとして、ロシア中で販売された。キズラルカは、キズラルで生産されるブドウを使用したウォッカの一種で、ある。キズラルは、ナイフ、ダガー、県の伝統工芸生産でも有名である。キズラルは、以下の都市と、姉妹都市提携を結んでいる。 キズヤルの制御をルク協会。ありがとうございます。